名前が匿名となる機能になります。こんな形で及川さん、伊沢さん、江崎さんと名前があるのですが、ちょっと戻って授業の枠に行きまして、授業の枠の縦3点をクリック、ユーザー名の表示設定をクリック、匿名表示にした後に設定する。こうしますと匿名と出てきます。